アドバンストスコードリーダーとは伝統的なウォーシミュレーションゲームに分類されるボードゲームであり、主として第二次世界大戦に起きた地上戦闘を再現するものである。アドバンストスコードリーダーとはボード版のウォーシミュレーションゲームであり、主として第二次世界大戦の中体大体大大規模の地上戦闘を再現する精緻なゲームシステムである。 原則二人でプレイするが、専用モジュールにより、ソリティアプレイも可能である。ASL の中核となる商品は、単独販売されている ASL ルールブックと12種類のモジュールである。ASL モジュールとは、ASL のプレイに使う標準ツールであり、マップ、コマ、シナリオリーカード、ダイスが箱に収められたものである。マップは、射撃や移動を規定する六角形のマス目で区切られ、 主事の地形が描かれている。コマは、分隊、兵士、操作班、支援火器、重火器、車両を表すユニットと、ユニットや地形の状態などを表すマーカーに対別できる。コマの大きさは一辺が1、2インチのものとより大きい後8インチのものがあり、不評は1、2インチで牽引法と車両は5、8インチのサイズである。 各シナリオは1枚の紙のシートに書かれており、ゲームの長さ、使用するマップと、その配置、使用するカウンター、天候などの特別ルール、勝利条件が明記されている。プレイヤーは、シナリオに記載された、勝利条件を達成すべく、マップ上に置かれたユニットを移動、攻撃させて、ゲームを進める。モジュールやシナリオは、正規のメーカーから販売されている公式なものと、 いわゆるサードパーティーや指摘団体、または個人が制作した非公式なものとがある。非公式なものを含めると、シナリオ数は2000を超えると言われている。さらに、ルールブックの H 章では、ポイントを消費して、ユニットなどを購入して、全く独自のシナリオを作成するための手引きが扱われている。標準のモジュールとは別のコンセプトの商品もリリースされており、これには、 デラックス ASL やヒストリカル ASL、ソリテア ASL、ASL スターターキットがある。また、本職がプログラマーであるロドニー・キニーが開発したバスルがある。これは ASL をネット対戦できるようにしたシェアウェアである。ASL のプレイヤー数は年に1、2回しか対戦しない、いわゆる同窓会ゲーマーや簡易版のスターターキットだけをプレイするものも含めれば、 英語圏を中心に数百人、日本人に絞ると40から50人はいると推測される。年に数十対戦はこなす熱心なプレイヤーは、俗にアスラーと呼ばれるが、世界的に見ても人数は限られている。ASL の一連の商品の第一弾である、ルールブックが発売されたのは1985年のことである。開発、発売元はアメリカの大ゲームメーカーシニセ、 アバロンヒル社である。ASL には、前身の商品である、スクワットリーダーの商品名は、戦闘指揮官シリーズがあり、ASL はこれを改定、発展させたものと言える。以降、ドイツ、ソ連、フィンランドの地上兵力のユニット及び主要マーカーが収められたビヨンドバラーを皮切りに、様々なモジュールがリリースされていく。日本国内においては、 アバロンヒル社商品の総販売元であるホビージャパンが ASL のルール翻訳版やモジュールを日本国内の小売店に卸ろした。ただし、1980年代後半からボード版大ーゲームの衰退に伴い購買人口が減少し始めたためコストのかさむ翻訳がなされたのは基本ルールのみに留まっている。1998年にビッグタイムソフトウェア社が ASL のパソコンゲーム化を企画した。しかし、諸事情から開発計画は頓挫し、同社は代わりにコンバットミッションという PC ウォーゲームを開発、市場的に成功を収めることになる。コンバットミッションは ASL とは全く異なった 3D ゲームであるが、第二次世界大戦における戦術レベルの地上戦を細かい部分までシミュレートしている点では共通するものがある。 1998年に大手玩具メーカーであるハズブロ社がアバロンヒルを買収しゲーム開発や販売の権利も取得した。ただしハズブロはモノポリーに象徴されるように低年齢層でも短時間でプレイできるゲームのラインナップにしか関心を示さず ASL は存亡の危機に立たされることになった。1999年1月マルチマンパブリッシング社が ハズブロと提携を結び、ASL シリーズの生産と新規開発を引き継ぐこととなった。こうして ASL は市場から淘汰されることは免れることになる。ASL の開発販売が MMP に引き継がれてから新たにリリースされた商品には ASL ルールブック第2版、ホーキングカントリーモジュールなどがある。ASL ルール 日本語版の一部 ASL をプレイするために必要な基本ルールは単体で発売されているルールブックに収録されている。2001年に MMP は第2版のルールブックを発売したが、これは1985年に出たルールブックのごく一部を改定したものである。第2版ルールのリリース後にさらにごく若干の基本ルールが改定され、2006年に発売された。 アーミーズ・オブ・オブリビオンモジュールに、その改定ページが収録されている。第2版ルールは、MMP の許諾を得て、ごく少数の個人からなる、日本人のチームが翻訳を行い、2006年4月より、インターネットを介して、PDF ファイル形式で無償で公開している。基本ルールは、A 章から D 章の4つの章から構成され、以下の内容が含まれる。以上のルールにより、 欧州戦域の大半のシナリオがプレイ可能となる。ASL ルールブックに追放される形で様々な上級ルールがいくつかのモジュールに同梱されている。上級ルールを把握することで野戦や太平洋の当初戦闘を扱ったシナリオをプレイすることが可能となる。ASL をプレイするにはルールブックに加えてモジュールを購入する必要がある。モジュールはすべて購入する必要は 必ずしもない。例えば、ビヨンドバラーがあれば、ドイツ軍とソ連軍の戦闘を扱うシナリオをいくつかプレイすることができる。しかし、サイパン上陸戦のシナリオをプレイしたければ、ビヨンドバラーに加え、日米のユニットやルールが収められた、ヤンクス、コードオブ武指導、ガンホーが必要となる。いずれのモジュールも抜き型印刷された、ユニット、マップ、シナリオカード、場合によっては、 水保のルールやサイコロが箱に収められている。箱は表にミリタリーアートの第一人者であるデイビッド・ペントランドのイラストが印刷され、裏にはモジュールの概要が記載されている。箱そのものは内容物を収納する以外の機能は持たないが、ダイスを転がすダイスサーバーとして利用するプレイヤーもいる。ASL の標準モジュールは以下のように12品目ある。 ASL で使用するコマは正方形の厚紙に兵士などの絵柄と各種能力及び特性を抽象的に表す英数字を印刷したものである。カウンターの内ユニットと称されるものは不評部隊や車両を表し、マーカーと称されるものはユニットの上ないしはマップにおいて補助的な情報を明示するために使う。例えば準備射撃を行ったユニットには 準備射撃マーカーを載せて、このユニットがすでに射撃を済ませていることを示す。さらに、カウンターは一辺の長さが5、8インチにものと1、2インチのものがある。一般的に、不評や支援兵器は1、2インチのサイズであり、車両や牽引法は5、8インチのサイズである。ユニットは所属する国別に色分けされている。例えば、ドイツ軍ユニットであれば、 薄い青色で、ソ連軍であれば、オード色である。また、ユニットには、表と裏があり、不評の場合は、裏面は混乱した状態を、車両であれば裏面は破壊されて、残骸となっている状態を示す。カウンターは、購入時は抜き型印刷されているため、使用前に、カッターで一つずつ切り離す必要がある。また、多数のカウンターを種類別に収納するため仕切りの、 ついた箱を各自用意する必要がある。マップとは、建物や河川などといった、種々の構造物や、地形の上面図が、幾分抽象的に描かれた、長方形の厚紙を指す。またこれは、六角形のマスによって隙間なく、整然と区画されている。マップは、以後、将棋で言えばちょうど、番に当たるもので、この上に、クレあるユニットを配置して対戦する。 ヘクスはこれらユニットの位置を規定し、移動可能距離や射程を算出するためのものである。多くのシナリオでは、複数のマップをつなげて対戦する。一般につなげるマップの数が多ければ、使用するユニットも多くなり、時間のかかる大規模な対戦となる。シナリオによっては、マップに加えて、オーバーレイを使用する。オーバーレイとは、見た目は、マップの断片であるが、これは、 マップの上に固定して使う。これによって、マップの地形にバリエーションを持たせることができる。各モジュールには何枚かのシナリオカードが収められている。シナリオカードとは、A4 サイズの厚紙に、ASL の対戦に必要なルール以外の情報が印刷されたものである。プレイヤーは、シナリオカードの指示に従って、マップを置き、その上にユニットを並べ、シナリオに、 記載の勝利条件を目指して対戦する。ASL では、色付きと白の2個の6面体ダイスを使用して、対戦中に生じるランダムな事象を判定する。多くの場合、2個のダイスを同時に振って足し合わせた数値を使うが、事象によっては1個のダイスで済ますものもある。各モジュールにはあらかじめダイスが付いているが、6面体ダイスで、あれば、各自の好みで市販されているダイスで代用しても、 構わない。モジュールには含まれていないが、ASL のプレイに必要なものを以下に挙げる。工具箱を利用したカウンタートレー先曲がり、ピンセットバスルとは、プログラマーを本職とするロドニー気に入いが、開発、販布しているシェアウェアである。このソフトウェアにより、インターネットを介して ASL の対戦が可能である。コンピュータの画面上で電子データ化されたマップやユニットを配置。 操作し、遠隔地のプレイヤーと対戦するという違いはあるが、基本的にボード版の ASL をそのままソフトウェアに置き換えたものと言ってよい。ただし、通常のパソコンゲームとは違って、対 AI 戦のソロプレイはできず、砲弾の命中率などを自動計算するものではない、ため、ルールを習得しておく必要がある。ありがとうございます。